チェルニーリジュニアの活躍により FC 東京の順位はなんと3位。こんなことがありますでしょうか。素晴らしいですよ、チェルニーリジュニアは。で、これ見ていくとですね、ちょっと噛みましたけど、これを見るとですね、まあ、市場価格で言うと、1,100,000万、1,850万ドル、成績絶好調、一流選手の可能性を秘める、とありますから、これはどうですか、皆さん。こんな展開を予測していたでしょうか。進めましょう。次は、名古屋戦かな？名古屋戦でございます。ために選んでくれています。いきます。こちらがホームですね。アルティメット6分晴天 FC 東京対名古屋グランパス、チェルニーリとしてプレー。負けてたまるか。今日もシャツインしてんだこっちは。明治安田生命 J1 リーグ FC 東京対名古屋グランパスの戦いです。 FC 東京のスタメンがこちら。私ないしはチェルニーリジュニアはどちらのポジションでしょうか。お決まりの定位置、左のボランチ CM でございます。審判は家元らしき人はいないですね。オッケー。アウェーチームのスターティングイレブンです。はい、名古屋のスタメンです。丸山さん出てますね。丸山雄一さん。バトルだ、チェルニーリと。雄一さんと共演できる日が来るなんて思いもよりませんでした。チェルニーリ、ギャフンと言わしたれ。さあ、行くぞ。さあ、行くぞ。今シーズン。オッケー。小川亮へ。危険な位置です。緊張感が増してきます。ドーン、ああ来たー。チェルニーリジュニア、まだ J1 初得点来たー。やったやった。これはナイスシュートですね。これ今ジャストだったからね。これもタイミングフィニッシュも、これは素晴らしいですよ。なんですか、このダサいパフォーマンスは。オッケー、開始早々のチェルニーリジュニアの得点。ルンルンルン、ご機嫌ルンルン丸です。来たね。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。ナイスゴール飛び出ました。めっちゃ嬉しい。何試合やった？ 10 試合、10試合以上やってやった初得点ですからね。あ、やばい。マーク外しちゃってるんで。いや、小川さん。危ない危ない危ない。ここは思い切って狙いましたが。チェルニーリをせらしていく。ね、オッケー。田辺総太、米本武史。いいよ、大森さん。ボールを回して味方の上がりを待ちます。当てます。サイドに。すげえボール出すな、小川さん。前に押し出します。それ取れない？取れないか。ないで。ちょキャいいクリアでしたが、戻します。さらに拾われます。取れない。あ、リンスいる？相手がいるところにパスを。オッケー、来た。スペースへのボール。バカもお前。このシュートはわずかに。何しとんや長い。完璧に、それはもうアシストだろそれは。なんで飛ばしました今。僕何もしてませんけど。チェルチ。オッケー。逆サル展開して。室谷聖。米本拓司。オッケー、縦当てて。いいよ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 。出ないか。佐藤久人。オッケー、ナイス小川。庭大輝。米本拓司。はい。いいよ。あ、強いよパスが。味方に通りません。パス強いよ。取れる。取れない。やっちまった。小林勇気。オッケー、ナイス。オッケー。小林勇気。ないで、無理や。日本代表に選ばれたからね、無理やくん。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ここは森重、ボールをクリアします。取れる。このミスは痛い。相手にパスを出しました。何をしてるチェルは今。うまく繋いでいましたが、ここでボールを失いました。取った。一回戻して。チェルチ。オッケー。はい、なかなか。小川亮へ。
弱え。どんだけ弱えんだパス。オッケー。このロブはキーパーには。オッケー、ナイスボール。走らねえんだそれ。田辺総探。えい。名古屋。なぜ。長井さん、古巣相手にちょっとお願いしますよ。ちょっとアシストをかかってるんですか。行きまーす。ナイスキック。コーナーから中へ。惜しい。ディフェンスの網にかかる。逆ボールを取られました。サイドへパスを出します。うわーちくしょう。クリアされました。小林勇気。庭が読んでいました。オッケー、ナイスパス。田辺総探。おいおいおい総探。宮原和也。佐藤久人。長谷川アリアジャスール。中央にクロス。クロスが通れば大きなチャンスでした。オッケー、ナイスクリア。ボールは森重がクリア。チャンスじゃない？戻していけない？健介。チャンスじゃない？庭大輝。オッケー。うわそこ。パスを繋いできましたが、ここで奪われました。小川亮也。チェルジ。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。いいよいいよ、ますます。長井健介。短いパスをつなぎ、あーっています。チキショー。そうだ。ひとまず前に出しました。森重雅人。長井健介。大森浩太郎。ナイッシュ。惜しい。飛びつ。あれに反応するとは思いませんでした。ショートコーナーから攻撃。クロスを中央に入れた。ここはしっかりクリアされました。これは見事なインターセプト。いやーシュート持ってきました。前半終了です。シュートがひどい。後半さあちょっとね、もう1点もう2点ぐらい取っていこうよ。え、私この小林勇気。いや取れない。危ないよピンチだよそれ。やめてくださいね。オーケー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 。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですので。おーい、ナイス。コーナーはしっかり狙っていきたいですね。慌てて蹴るんだろう。このボールはしっかり止めました。クロスを狙ってきますか。跳ね返して、ナイス。いいボールでしたがここはクリア。え、パスコースにはディフェンスがいます。まずいぞ。押せ押せムードだぞ名古屋が。ナイス。逆走ってあげて、逆走ってあげて。チェルチ。オッケーオッケー。マイボーマイボー。この相手ボールなんかい。久里が下がります。小林勇気。カットされる。宮原和也。米本拓司。よね、ヨネちゃん。宮原和也。押せ押せムードだからな。グランパスが攻めに出ます。ナイス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 。オッケー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 。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。小川。小川亮也。何してんのそれ。オッケー。チェルチ。圧力をかけ赤萩洋次郎。いいね、モリモリドン。あ、ピッ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 。そこに出てゴールキックです。ゴールキックしかも。ここで選手の交代があります。ある。今のゴールキックある。意図が林。相手のゴール前でパスを回します。やばい、絶対絶命。危ねえ。なんか名古屋ペースになっちゃってるんで気をつけましょう皆さん。感じられます。声出ししっかり。いいよ、繋いでいこう繋いでいこう。チェルチ。森重雅人。オッケー。はい。
東慶吾。これは決めなきゃいけない。なぜ？いい反応です。これはコーナーキックです。リードを広げるチャンスです。この距離決めらんねえとかもう終わってんじゃん。選手として楢崎似てな。ショート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 、ボールはゴール前。ナイス、おしコーナーキックになりました。さあ行くぞ、アシストしちゃうぞ。エドワルドネットのね壁がきついんだよな。この辺で行きましょうか。この辺で来た、中に入れた。さあ私が、ああまあミスった。ミスった。ゴールキック。小林、オッケー。小川亮へ、チェルチ、オッケー。東、中、あ、中、変わらないな。オッケー、はいはい。やられた。誘い込まれた。ひとまず前に出しました。試合の時間は残り少ないですが、得点の匂いはありますね。ないぼ。打てる、リンス。リンス、しれえな。シュートは入るか。ホストだ。視線が中に行った。さあ出すか。惜しい。を狙う。またパスが通りました。今日はうまくつなぐサッカーをしています。モリモリ中。これだけパスを成功させていることからも分かりますが。あ、いいよいいボール。惜しい。惜しい。やばい。カウンターカウンターカウンター。中央へのボールはクリアされました。左空いてるからね。左見てよちゃんと。しっかり。ナイス。危険なスルーパスでしたがしっかり読んでいました。オッケー、はい。あー通んないか。これはどうなりますか。まずい。アディショナルタイムだから気をつけてみんな集中。無理や。ナイス。三輪大輝、大森幸太郎、室谷聖、チェルチ、オーケー、ナイスゲーム。ここで試合終了の、いや素晴らしかったですね。オッケー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 。またボール保持失敗。12-0、おかしいんで。見ておっかな、ハイライト。危険な位置です。緊張感が増してきます。ナイスシュートでしたねこれね。今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。素晴らしいですね。まだ1点のリードですが、チェルニージュニア、止まりませんからね。左から巻いていく。オッケー。選手の成長をしていきましょう。選手シミュレート。シュート力は64まで来てるね。オッケー。で、あ、2位ですよ、順位表。ついに勝ち点差1差、あ、1差じゃないか、あ、3差だ。浦和とは勝ち点差3。いやこれは来るとこまで来たな。アウェー、アルティメット6分晴天、ヴィッセル神戸戦。あ、でかくね、誰、誰だ。盛り上がる試合を期待しましょう。メディアサ生命 J1 リーグ、ヴィッセル神戸 VS FC 東京でございます。27番だったっけ、さっき言った合計かな。めちゃくちゃでかかったね。ポドルスキーが出てきてます。イニエスタはいた、いないっぽいね。 FC 東京がこちら、リンスいますね。 OKOKOK。 チェルさんは今日は右の CM でございます。はい、行きましょう。チームはどう見ますか。この2位だからね今。まだ負けがありません。アウェーでの戦い方は慎重かつ大胆。アウェーでまだ負けないんだ。なかなか面白いですよね。すごいね東京。平均的なチームと比べればアウェーでの勝率 100% は驚異的な数字ですよ。ポドルスキーのところに行きました。あ、ポドルスキーは危険だからねマジで。危険危険。決まるか。危ない。ディフェンスの選手が止めた。ここで大きく前に出します。攻めよう攻めよう。田辺総太、ナイボ、ここはよくスペースが見えています。アグレッシブに行こう、アグレッシブに。オッケー。大森幸太郎、大森さん、あー結局遅刻になってしまった。オッケー。堅いディフェンスに攻め上げています。ナイス、惜しい。シュートを打った。シュートかい。ポドルスキー、三原正俊、大月周平、ナイ
しっかりしっかり、ここで奪われると後がありません。OK、ナイス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 。田辺、いやー厳しいな。いやーかわされた。ボールがフリーになりました。オッケー。モリモリ収めて。頼む。ホドルスキーのところに行きました。ナイス。チャンスチャンスチャンス。ここはパスミスになりました。ボールを失います。オッケー、使っていこうサイドバックを。どうやらサイドをつけそうです。ナイスボール。いいボールでしたがここはクリア。このミスは痛い。相手にパスを出しました。ここで来た、こらへん。入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。無理やりすぎだろっつってね。ラインを割りました。さあ誰に合わせようかな。この辺に行くか、キーパーに取られない程度のところに行きたいね。こんなもんかな。ボールはゴール前へ。ナイスー。誰だ。ここでも仕事をしました。誰、チャンヒョンスかな。チャンヒョンス、ナイス。入れ墨がありません。 FIFA の中のチャンヒョンスは全然タトゥーがありません。決定機を伸ばしませんでした。コーナーキックとかクロスから見えないんで、神戸のフラッグで入りました。 OK OK、 チャンヒョンス、ちょっとだけ顔が違います。ちょっとポドルスキーをマークしとかないと怖いです。大月周平、いいクロスが、ナイスディフェンス。ここはクリアされました。そこを収めたら100点。長井健介、ナイボ、チェルチ、あーやっちまった。ちょっと消極的なパス回しです。え、その左サイドバックの方今何されてました。ポールディとマッチアップなんだよな。ぶつけてきてるのか、ポールディにチェルを。チェルチ、大森幸太郎、室谷聖、うまい、入るか、狙うんかい、ショートもない、ショート、ショート小敷、ショート小敷というくれないんかい。ここはしっかりクリアされました。結果ボールは来ます。クロス上げまーす。ゴン、なぜ長い、長いは本当に決めてくれない。ここはプレーを切りたい。ボールが中盤でカットされました。あぶね。オッケー。長井健介、チェルチ、最高が出た。絶好のチャンスを外してしまいました。それ決めらんなかったらいつインサイドキックでそのコントロールかよ。カットサイド当てて走ります。チェルはワンツーしようぜ。チェルチさせてくれない。はい、味方に通る。真ん中にクロスを上げた。チェルチ、イサイド振って。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。いや、いいよ、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。見事なスルーパス。サイドに当てて、サイドからのチャンス、打てない。チェルチ、逆振っちゃおうよ。ダメだよ。いいボールでしたがここはクリア。 OK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 。 さあ後半点決めていこう。後半開始のキックオフ、本気出してきてる神戸が。急にパススピードが速いです。これはサイド危ないっす。全然ついて、やばい、ポルディだからね。オーケー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 。このボールは相手にクリアされました。取った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 。中行ってこい。素晴らしいスルーパス。中行ってこい。嘘でしょ。中の選手にクロスを入れた。ここはクリアされました。いやまずいじゃん、急にまずいじゃん。ホドルスキーのところに行きました。スペースに見事なスルーパス。オッケー、中は揃ってる。サイドから攻撃でしょうか。高萩洋次郎、チェルチ、前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。
後半も1点取れ。オッケー。今のは、今のもアシストになんないの？今の、今のどうです？胸トラップがミスったんですけど、ちょっと待って待って。何か対策打たない。今のもアシストになんない？パス出した時は決めないくせに、ああいうのを決める。ちょっと待って、見よう、ちょっと一回。今のどうなってますこれ。これアシストでしょ、これ。怖がらずによく突っ込みましたね。アシストなんないの？展開としては100点。これはいけません。あっさりとパスカット。やられた。いいクロスが中に。やられてんじゃん。中純也が決めた。3人もいて、林含め3人もいて、 TJ か。一時は、まあ、これ私がポールディにクロス上げさせたのもいけないですよね。これで1点差。何してますこれ。いいかもしれません。相手は大きい。高萩洋次郎。 OK。大森、マイナスマイナスマイナス。嘘でしょ。ナイスだね。ナイスナイス。OK。長いはさ、人のパスめっちゃ決めるじゃん。まあまあいいでしょ。これ大森ナイスだったね。これね、非常にナイス。いや素晴らしい。田中純也。まずこれは見事なパスカットです。取ったけど取り返された。打ってくんぞポルディは。あ、やばい。なんかポルディ打ってきませんね。打ってこないな。ポルディ押し出します。何してんだ大森は。オッケーオッケーオッケー。ここで交代ですね。この選手今日も素晴らしい活躍を見せてくれました。え、イニエスタ入ってきたじゃん。見事でしたね。イニエスタ入ってきてます。中心として働いていましたよ、森重正人。どっちが本物のファンタジスタっていうのを噛んじゃった。ファンタジスタって言葉を噛んだ。高いディフェンスに攻めあぐねています。え、オフサイ？オフサイか。自らに流れを引き寄せたいところです。よし。怖い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 。前方に運びました。競り勝てない。イニエスタにもしつこいぐらいマークしてある。イニエスタをそんないいことしたら撃たれた。 OK。 このシュートはディフェンスがブロックしています。カウンターや。何してんすか本当に。味方ディフェンスの網にかかる。カウンターや。何してんすか本当に。味方三原正俊。ここにはイニエスタがいました。大月周平。なあ、東圭吾。なんかちぐはぐな動きしてんな。太田康介。林明宏。トラップ。本当にプロ選手ですかっていうトラップやめて。チェルチ。大森光太郎。森重正人。ディエゴ・オリベイ。はい、来た。ここはよくスペースが見えている。いや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 。ゴールに繋がるプレーとはなりません。足遅いな、相変わらず。永井健介。東圭吾。チェルチ。展開。大森光太郎。オッケー。オッケー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 。太田康介が読んでいました。ナイスボールじゃないの。永井健介。クロスが入りました。いや惜しい。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。大月周平。ポジション守れて言われちゃってるんで。高橋俊樹。さあ、あともう点取られないで終わろう。いい形で。オーケー、ナイスゲーム。ここでホイッスル。アシスト1しかない。なぜ？どうなってる？上位は？浦和は？浦和は？勝ってんのか。浦和強いな。 J1 リーグはまあ勝ち点3差で
浦和レッズとの差は埋まらず、ただ2位、結構ね、いい感じですよ。いいですね、東京が。ファブリシオが10ゴールになってる。めちゃくちゃ点取ってんじゃん、ファブリシオ。アシストランキングはもう大盛りと私でワンツーフィニッシュしちゃってる。すごくね。ということで皆さん、今浦和を追って2位です。頑張ります。この動画がいいと思ってくれた方はですね、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回はチェルニーリの初得点お見せできました。やっとやっとお見せできました。長かった。だってシュートの能力めちゃくちゃ低いんだもの。とんでもないでしょ、シュートの能力。59です、やっと。頑張ってね、点を決めれば解除もされていきますから、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。さよなら。